ロンロン、和装チャンネルへようこそ。総支配人のロンロンです。今日はですね、結構、実はこれ前に買ったやつなんですけども、スカーフっていうんですかね。こんな感じのスカーフになります。これをですね、着物の襟にできないかなと思って、実は買いました。でよく女性の方がね、なんていうんですかね、寒い冬場になるとこう上からこうかけて見える、ね、のをよく見かけるんで、じゃあこれ利用して、うまいこと使えばいけんじゃないのっていう風な単純な発想で、はい、買ってみました。ちょっと僕のイメージするとこですね、イメージするものやってきます。いいか悪いか分かりません。とりあえずやったことない状態で今やってますんで、これは結ぶべきなのか止めるべきなのかとはいろいろと余地はあるかなと思いますけど、まあとりあえずは結んじゃってですね、とりあえずこう結んじゃって襟作って、でここへ着物を着ていけば、それなりにいけんじゃないのっていうのが僕の発想です。もっと詰めた方がいいですかね。もうちょっとこれを詰めないと、よいしょ、はい、こんな感じで詰めれば、どうですかね、どうですかね。実は私鏡も何も見ずにやってるんで、今どうなってるか全然分かってません。はい、これまたいつもの通り動画見て最後確認して使えるかどうか考えるっていうパターンになると思うんですけども、こんな感じでちょっとね、寒い日なんかにね、こんな感じでしとくといいんじゃないかなと思いますけども、どうでしょうか。はい、色合い的にもまあね、この色だったら茶でもおかしくないかなと思いますね。まあ、これの留め方はね、ちょっとね、まあ、こう巻くのがいいのか、ちょっと後ろ見てもらいますけども、はい、巻くのがいいのか、なんかこうもうちょっと、そうですね、単純にこれか、単純にこう巻かずにこういう風にして、こうだけですね。もう本当に襟を作るだけな感じにして、着物のそれこそ半襟と同じような感じにしてっていうでもいいのかなと思いますね。こんな感じか。はい、こんな感じで、まあちょっと今はね、仮に止まってるだけなんで、あんまあれですけども、ネクタイピンみたいなね、まあ安全ピンでもいいんですけど、安全ピンだと多分結構幅があるんで良くないかなと思うんで、こうまっすぐ縦に刺さるやつものだったらずれないので、そういう感じでいいのかなと思います。こんな感じ、はい、ちょっと女性の方はね、結構この辺いろいろわさわさってしてね、やれるからいいですけど、男性ってなかなかやりづらいところあるんで、すっきりした感じだけど、でもちょっとおしゃれにしたいなっていう時は、まあこういうちょっと柄物を入れてみて、基本的に着物、僕柄物持ってないので、柄物いいんですけど、やっぱ高いんですよね。物が良くなっちゃうんで。でも高いのはなんかこう着ていって、いいでしょって言っても、これ高いからいいでしょっていう話になっちゃうんで、それは面白くないんで、まあ、安いものをうまくアレンジして、まあ、現代風というかね、普段でもバッと着れるような感じ、もうこんな本は羽織ってるだけなんで、はっきり言うと。で、T シャツ着て、これつけて、上着物羽織ってるだけなんで、もうこんなんで十分いけるよっていう感じ、まあちょっと帯は言いますけども、帯もね、ベルトの帯なんかしてれば、これで全然チャーチャーで合うと思いますんで、まあこんな感じで、今日のところですね、何ですかね、こう、提案していきたいなと思いますんで、スカーフちょっと巻いてみましたっていうことで、いかがでしょうか。
こんな前後になってますんで、こんなもね、面白いかなと思いますんで、この動画がね、いいなと思えば、チャンネル登録、いいねボタン、フォローお願いしたいと思います。またね、こういうのもやってきますんで、ちゃんとお着物のアレンジも久しぶりにやりましたけども、やってきますんで、ネタはいっぱいあるんですけど、まだ全然やれてないんですいません。コメントの方ね、いただければ、まだまだ、やってきますんで、よろしくお願いしたいと思います。それじゃあね、バイバイ。